名札。名札は、カード上の板、または紙に、人名を表示したもの。英語のネームプレート、それを略したネームとも呼ばれる。本人が着用するか、あるいは着用せず機上等に置いて用いられる。本人が着用しない場合は、名札と呼んで区別することもある。同じく人名を表示していても、ゼッケンや表札は名札に含まれない。 また、英語のネームプレートは、日本でいうところの、名版、街路標識も含み、ネームタッグの方が日本語の意味に近い。日本で、ネームタグというと、プラスチックケースに入れた身分証明書に紐をつけ、首から下げるタイプのものを指すことが多い。裏側、または上部に、ピンあるいはクリップが付いており、それを衣類に留めて用いる。携帯は、以下のようなものがある。 建築現場や警備員、保守点検員の場合、着用するヘルメットに名前を記入するか、名前入りシールを重複することで、名札の代用とすることがある。多くの場合ヘルメット後部に記入されるが、これは後方からの安全確保の意味もあり、現場、会社によっては間違いを防ぐために、漢字ではなくかなを用いることもある。多くは、プラスチック製、木製、名札というと、 これまでは数センチ程度の長方形状のプラスチック板に、製や事業所ロゴを入れただけのもの、小型が主流であったが、近年は名刺サイズのものや、それに本人の写真を重複した、いわゆる ID カードタイプ、いずれも大型が増加してきている。まず、小型のものは、比較的規模の小さな事業所において、現在でも多く使用されているが、製造業、 建設業、運送業といった業種では大型、とりわけ次化式であると危険が伴うために大企業で、あんも小型のものを使用することが多い。一方、大型のものは、価格の低下や見やすさ、情報量の多さもあってか、特に小売店、飲食店、その他サービス業全般において広く普及し、店名、指名以外にも簡単なメッセージ、私、係のが担当いたします。 笑顔での応対を心がけます。初心者マークと共に、新入社員ですよろしくお願いいたしますなどを入れた、セール告知や預金キャンペーンなどのポップを重複する事業所も見られるようになった。また、作業の安全性とセキュリティ性の両立、製造業、運送業、交通機関、インフラ系など、さらにはデザイン性も成立させたい事業所、テーマパーク、金融機関、 比較的高級なホテル、飲食店、小売店などでは、小型の名札と社員証などの ID カードを併用することがあり、前者は就業中に、後者は、主営書やカードロックシステムにより入り退場の認証を受ける際に使用されている。特に、IT 企業、マスコミ、警備業といった高いセキュリティ性が要求される業種や、規模の大きな小売店、医療機関、薬局、 介護関連の事業所では身分や保有資格を証明する手段として常時 ID 等を掲示させる傾向にある。合わせて建設業者が機密性の高い施設を新設、改修する際の入り出場管理に ID カードを用いたり、作業機械の運転資格証を常時掲示したいという要求の高まりから保護棒に重複する ID カードケースや ID カードそのものを収納できるスペースを持った。 保護棒も発売されるようになった。ソニーでは、社員証に自社開発の非接触型 IC チップファリサを搭載し、自社ビルへの入りたい管理に利用するほか、電子マネーエディも、閉鎖、社員食堂における決済などに使用している。この ID カードと電子マネーが一つになったシステムは、電通、ベネッセコーポレーションなど、 他社や一部大学の学生証でも採用されており、やはり敷地内の食堂をはじめ、対応する自動販売機やコンビニなどで使用されている。その他、東日本旅客鉄道、JR 東日本のスイカや、スルッと関西競技会のピタパが搭載されたカード、携帯電話をオートロックの鍵として使用するというマンションも存在するが、 このオートロックシステムは各々異なるファリザの番号、ID を登録し認証する仕組みのため、何か一つでもファリザ対応カード、携帯電話があれば、それを鍵として使用できる点が従来の鍵にな特徴である。一定以上の規模の事業所では、保安上の理由から入り口に主営書を設けて入校者のチェックを行っている。そこで、 その事業所の従業員であれば、社員証などの確認を行った上で内部に通している NTT 幕張ビルなど IC カードを用いた自動改札システムの場合もあるが、それ以外の場合、他社からの営業員、宅配便、製品の納品、設備のメンテナンスなどであれば、基本的に入行証に通ったものを持っていないため、臨時に入行を許可された証を交付しなくてはならない。 そこで担当警備員は要件を尋ねたり、来客の用務先に内線で問い合わせ確認を取ったり、入場時刻を用紙に控えたりするわけである。一方、来客が渡されるものは多くの場合は通し番号と来客の文字が入った小さなバッジであるが、大型のものも次第に増加しており、やはり胸部に止めるタイプと吊りかし器のタイプとが存在している。これは、 従業員用の名札と同じ傾向であり、当然ながら、非接触 IC タイプも存在する。また、変わった形状のものとして、胸ポケットに差し込むタイプや、はがき程度の大きさの紙をビニールに入れて首から下げるタイプ、競技場に多いも見られる。自動車で訪問した場合は、駐車票を渡されることがあるが、駐車位置を指定された場合は、その位置に留め、指示のない場合も、 業務の支障にならない場所に止める。業務中に自社のナンバープレートや駐車票の数字を校内放送で読み上げられ、移動を指示された場合は速やかにそれに従う。なお、事業所によっては、バッジ等と一緒に自身の名前や入場時刻を記した用紙、A6 番程度を渡される場合があるが、その場合は業務先のサインをもらうことが必要である。退出時の処理は、 バッジなどを返却し、用紙に退出時刻を記入するのが一般的である。工場の場合は、バッジなどに加え、作業棒をはじめとする保護具、保護棒、反射直器、防塵マスク、保護メガネ、軍手が比較的多いを配布することがほとんどであるが、これは法令や社内の安全衛生規定によるもので、たとえ臨時の来客であっても従業員同様に、 着用することを求められる。こちらも来客用の表示をしたり、色で従業員との区別を行っている事業所が多い。日本の学校、特に中学校以下では、幼児、児童、生徒に対して基本的に名札着用を定めていることが多い。携帯も多岐にわたるので、ここではこのことについて述べる。板状の名札の場合、多くは白色、または銀色。 学年を枠線や地の色などを学年色にして区別する場合もあるが、中学校などでは別に学年賞を付けさせることが多く、全学年が同じ色の名札である場合も珍しくない。また高等学校以上では通常生徒に名札の常時着用を求めないが、宮崎県のように多くの公立高校でフルネームの名札を着用させている地域もは名札ではないが、 特に、学生服に名前を刺繍している地域もある、沖縄県など。かつて、2000年代前半までは、多くの小学校では児童に峠工事も名札を着用させていたが、現在では、犯罪防止など個人情報保護のため、峠工事に外す、要指導する学校や、名札自体を廃止する学校が増えている。名札をつける、ホルダー株をポケット状にし、峠工事には、 ホルダーはつけたままで名札のみポケットへ入れさせる。標準服のある学校では、峠下校時には名札を胸ポケットに入れさせる、などの事例もある。以下の形態は、取りも直さず、名札が工業製品の企画品であることに由来する。教育現場における名札着用は、従前、児童、生徒に限られたものであったが、近年の乱入、障害事件手発傾向を受け、 施設に入校する者すべてを着用の対象とする教育機関が増加している。納入業者には、氏名、要件、入校証ナンバー、時刻を控えた上で一時入校証を発行し、保護者には保護者証を配布しておき、さらには教員にも職員証を携帯させるわけである。そして、このような ID カード類を持たないものや、挙動などに不信点の感じられるものが校内、もしくは、 地地周囲ににいたた場合は居合はわせ共有が、対応することになる。なお、入校証としては、丸型バッジも使われているが、多くは、釣り貸し器のものであり、保護者証は、保護者の文字と投資番号を、共有用は、氏名と写真を入れたものが、比較的多い。漫画では、名札は描かれず省略されることが多く、ドラマでもあまり用いられることはない。学園漫画、 学園ドラマにおいても同様だが、上記の中学生日記、ラストマンなど、大々的に登場すこともある。AKB48 と、その関連ユニットは、大人数であることから、悪ビンゴなどのバラエティ番組に出演する際には、名札やゼッケンを着用することが多い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。